どうも、ロードシルクチャンネルへようこそ、シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、なんかね、すごく珍しいものを見つけたんでね、買ってきました。それがこちらでございます。アイスドラフト生ですね。こちらね、気になったのでちょっと買ってみました。コンビニに普通にこれ売ってて、これなんだろうなと思って見たら、サントリーさんから出てんのかと思って、これ何と思ったら、アイスドラフト生、氷を入れて楽しむビールって書いてあるんですよ。氷を入れてちょうどいいで、アルコール、6%、 結構高いんですけど、どういう意味？今回はね、ちょっとこのアイスドラフト生、飲んでみたいと思います。これ気になったんでね、じゃあちょっと氷を入れてみましょう。多分こんなもんでいいと思います。この氷を入れたグラスにこのアイスドラフト生を注ぐと。じゃあちょっと、入れてみるか。それではね、飲んでみたいと思います。今ね、お風呂上がりでね、結構すっきりした状態で、一番ね、喉が、乾いてて、まあ軽くね、お茶飲んだんですけど、その後にね、ちょっとこちらをグッと流していけたらなと思います。今日もね、いろいろと頑張ったので、乾杯ということで、まずプシュッとさせていただきます。おー、うまそう。じゃあ、注いでみましょう。いきまーす。うわ、え、ちょっと色薄いかな。泡めちゃくちゃ多くなっちゃった。ほんで氷があると継ぐのむずいな。まあ一旦ね、はい。わーお、泡まみれかー。まあでもめちゃくちゃうまそうだな。アイスドラフト生、ちょっとコップに入れてみました。こんな感じでございます。うわ、うまそう。しっかり中に氷は入っておりますよ。さて、アイスドラフト生いかがなものか、ちょっと楽しみですね。これは味が全く想像つかない。でもキンキンに冷えて絶対にうまいはず。この炭酸とね、泡の境界線がめちゃくちゃ綺麗っすね。見てて気持ちいいわ。うわ、うまそう。これは飲めるな。それではちょっといただいてみましょうか。ここ最近はね、結構これを飲んでました。こちら、アサヒのドライゼロですね。うん、これマジでうまい。まあ、ドライゼロ最近ね、まあ飲むようにしてます。うん、これが美味しくてね、本当にね、まあ、アルコールを気にすることなく、まあ、いつね、何時何が起きてもスパッと移動できるように、うん、本当にね、これを、の夜とか飲んだりしてますね。夕方とかからね、本当ジュース感覚でこれ飲んだりとか。ドライゼロはね、本当、どうなのみたいな、ノンアルってどうなのと思ってたけど、これ革命っすね。ドライゼロめちゃくちゃうまいっす。ほらっと、いいね、景気よく行こうよ。よし、それではアイスドラフト生いただきます。冷ってー。あー、これは気持ちいいな。はい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 、そういう感じか。苦味とかそういう感じのね、香りがボーンってくんのかなと思ったら、意外とフルーティーですね。かなりフルーティー。舌にね、乗せた瞬間からもうなんかリンゴを思わせるかのような、そういったフルーティーっぽさがね、ありますね。あ、これはうまいな。これはうまいな。なんかいつもビールね、ちょっとこう飲んでて、少し味変えたいなって時にめっちゃいいかもしんない。やっぱね、グラスに注いだりすると、あと氷の音とかってめちゃくちゃ美味しく感じるんよ。ビール好き。だけど、ちょっとこう噛んでいくのはな、まだちょっと抵抗あるなって人は、こっから始めてみてもいいかもしんない。まあ、アルコールのね、度数的には 6% なんで高いんですけど、まあ、それでもね、これはうまいな。これね、ロードシルクグラスっていう100万人超えた時にね、作ったグラスなんですけど、これと氷がめちゃくちゃマッチしてる。音がいくよ、聞いて音。うまい。あー、でもこれ、まあフルーティーだから気づかないのもあるけど、ね、全然アルコール高いようには感じないな。 5% と 6% だから、普通のビールとそんなに変わらないんですけど、氷を入れてちょうどいい。いや、確かにな。これ氷入れないで飲んでみていい？それの方がちょっと気になってきた。このままいきます。これでもうまいけどな。あー、まあでもちょっとパンチ足らないかもな。あー、うん、あー、これ氷確かにあった方がいいかも。キレはね、そんなにすごいあるわけじゃないね。うん、まろやかって感じ。氷を入れて楽しむビールってなんか面白いよね。夏はさ、シーズン的に終わっちゃったんだけど、やっぱりこうね、冷たいビールを、キンキンのビールを飲みたいって日はあるんですよね。冬だからこそね、長湯、熱湯とかに
ね、いっぱい使って、うわー、外の空気涼しいとか言いながら、ちょっとキンキンのやつ飲みてえなーみたいな時ってあるじゃないですか。そういう時にこれいいかもしんないね。多分これね、夏に出たやつではあると思うんですよ、アイスドラフト生。まあ、さすがにね、冬に出すとは思えないんで。夏に出したやつなんだけど、これはね、まあ、今の秋とかにはちょうどいいかもな。ビールっぽいね、飲み応えだったりとか、はあるんだけど、飲みやすいように仕上げたビールって感じ。やっぱね、フルーティーなんだよね。でも氷の冷たさによって爽快感は上げられてるみたいな感じかな。キレとか辛口ではないけど、麦とかね、ホップのうまさみたいな、そういうのはちゃんと感じれます。これはなんかこう食べながらとかいいかもしんないな。みんな本当にいつもお疲れ様です。乾杯。あ、うまい。これうまいな。ビールの確かにちょっと欠点的なところなのかなで言うと、やっぱりね、継ぎ立てがうますぎるってところあると思うんですよ。なんでかっていうと、まあグラスキンキンに冷えてる、そこにビール注ぐっていう状態じゃないですか。なんでまあグラスがね、手でこう持ってるほどやっぱ手の温度が伝わるんであったかくなっちゃうと。でやっぱね、ぬるくなったビールってね、うまくないんですよ。マジでマジでうまくないんですよ。なんでこういったアイスドラフト生っていうのが多分考案されたんだなと思うんですけど、これはね、やっぱ氷が溶けてもなお美味しいっていうのは確かにすごい。うん、これはなかなかの革命なんじゃないですかね。ビール飲んでてね、一番のね、怖いところそこだもんね。ぬるくなったビールがほんとにまずい。このね、お酒飲む時の動画って結構喋るのもあるから、まあやっぱりね、後半の方とかやっぱり味がね、落ちてきちゃうところはあるんですけど、これだったらアルコールもそもそも 6% でちょっと高く作られてるっていうのもあるし、氷が溶けて本当にちょうど良くなるっていうのがね、本当にいい、うん、コンセプトなんじゃないかなってめちゃくちゃ思いますね。勝手にすげえ上から目線ですいませんね。全然美味しい。氷溶けてるけどね、溶けてきてるけど全然美味しいよ。うん、美味しい。ちょっとビアボール感覚かもしんないこれ。僕ね、ビアボール好きでちょこちょこねやってた時あったんですけど、最近はドライゼロになってるのもあるし、まあ、ドライゼロ飲みながら仕事じゃなくてプライベートの時はまああんまり飲まないようにしてるけど、それこそ飲んでいいよっていう状況になった時は、じゃあ軽く飲もうかなみたいな感じでね、なんか気になったお酒とか、まあいつも飲んでいたお酒をねちょびっと飲むようにしてるんですけど、やばい、気持ちよくなってるのかな。何話したか忘れたわ。うまいなこれ。これ美味しい。まあ氷はね、そんなになんかこう何を使ってるかっていうと、別にめちゃくちゃ高い氷使ってるとかじゃないです。コンビニであるザロックみたいな、ああいう氷をね入れて使ってるんですけど、本当に美味しいねこれね。いやちょっと舐めてたかも。薄いのかなと思って、正直麦の香り、ホップの香りは全くゼロの感じなんかな、ビール風のなんかなんかなと思ってたけど、いやうまいわ。うん、美味しい美味しい。みんなが想像しているビールの味ってあるじゃないですか。その味と比べてどうなのかっていうと、ちょっと違うと思う。もうリンゴとか、まあ、チェリーまではいかないな。いかないけど、リンゴを想像させるかな、俺は。めっちゃ飲みやすいと思うよ。炭酸効いたちょっと、苦味のある、リンゴジュースみたいな感じかも。多分このね、アイスドラフト気になってる人めっちゃいると思うんで、ちょっと僕が、ここで、シルクロードの目線から話すと、なんかビール飲みたいってなったら、やっぱ恵比寿とかさ、キリンとかさ、ね、黒ラベルとか、ね、アサヒスーパードライとか、ああいうのを飲んで、うわー、ビールだなーみたいな。この苦味を待ってたんだよ、みたいなね。このまろやかな感じとか、この泡の感じいいなーみたいななると思うんだけど、アイスドラフトは、アイスドラフトで飲みたいかも。ビールと、ビールっぽい何か別枠のもの欲しいなってなる時があんのよ。なんかね、俺もずっとビールを打ち上げとかそういう時に、ね、一生飲み続けるので、一生飲み続けた挙句に、あ、ちょっと味変したいなってなって、たまーにビールと一緒にチェイサーでレモンサワーとか頼むんだったんだけど、これからはレモンサワーじゃなくてアイスドラフト生でいいかもしれん。ビールなんだけどちょっと別枠で捉えてもいいなっていう味かな。寒くなってくるとやっぱ食べ物って辛くなったりとか熱くなったりとかするわけじゃないですか。そういった時に、あー辛いとか、あーつーみたいな、あーほっこりするっていう時にこれぶち込んでもいいかもしれない。なあ、ごめんなさいね、口悪くてぶち込むとか言っちゃって、あーつあ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 つでアイスドラフトを飲んで、もうサウナで水風呂の役割だよね。あーうまいーって言ってゆっくり人と喋るみたいな。これすごいね、人体でサウナが完成しちゃってんだよ。ウーバーイーツで今鍋とかもあるでしょ。
ね、家で鍋ね、ガスコンロでチッ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 ポッつってさ、鍋作って、その鍋食いながら、うん、まあっつーみたいな、ちょっとあ汗かいてきたみたいな感じで、これをガーって飲んで、こう、まあ家族だったり友達だったり誰でもいいですよ、恋人でもいいです、喋って、整うんじゃない？体内サウナできちゃったでしょ、これ。あなたはフィンランドを中に閉じ込めてます。サウナ好きいいかもしんない。熱い鍋でこのアイスドラフト、キンキンのこのグラス。これ素晴らしいよ。間違いなくこの中はシングルですよ。俺一杯今ね、これ一缶飲んだけど、風呂から上がって、まあ飲み物ちょっと飲んでここに座って動画撮ってんだよ。もう気持ちいいもんね。で、ちなみに俺この後鍋食うんだよ。鍋と一緒にと思ったんだけど、うわぁ、それ一緒に飲めばよかったと思うがあるんですね、これね。サムネ用と思って買っときました。なんか僕の中でビアボールね、飲みたいなって時結構あるんですけど、アイスドラフト飲みたいなって時、結構来そう。サントリーさん、お仕事お待ちしております。ということで今回は、お酒好き、ビール好きのシルクロードがアイスドラフト生飲んでみたらどんな感想になるかという動画だったんですけど、最初のイメージは、薄いな、それってうまいの、ビールの良さあるのだったんですけど、飲んだ後に思ったのは、ビールの良さはちゃんとある、ただいつものビールと一緒に飲んでもうまいなって思えるビールって感じですね。お供ビールって感じかな。これキャンプとかだったらめちゃめちゃいいんじゃない？うん、と勝手に思いました。いや今日ね、編集はねそんなに、まあまあ1本ぐらい進んだけど終わったんだけど、まあ、撮影もできた、でプライベートのこともねやらなきゃいけないことやった、でね、本当にたくさんいろんなことをねクリアしたので、自分へのご褒美でアイスドラフトの動画撮ってるんですけど、いや、ご褒美になりました。ということでですね、今回はアイスドラフト生、氷を入れるビールってうまいのって動画、検証美味しかったです。ぜひともね、こういうグラスを冷やして、そこに氷を入れて、これを注いで、まあ熱いなーっていう時に飲んでみてください。またね、お酒の動画、まだまだね、出せるものいっぱいあるんで、まだいっぱいあるのよ、本当に。それもね、紹介していけたらいいなと思っておりますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、それでは。